バンドックソロベース。僕のペグはちょっと貧弱なんで、こっちを使います。このことをここにペグを打ちます。ペグを打つ順番なんですけど、袋の説明書に書いてあって、ここね、この順番通り打つみたいです。エンドキャップをつける。これでここの隙間からの雨漏りがなくなるみたいですね。普通ハリにしては結構うまくできた。ちょっと中見てみましょうか。こちら中を開けて、うん、うん、意外と広いな。じゃあ次はひさしを作ります。すげえバッチリ貼れてるような気がする。ああ、けど広いね。人気がある幕なのがよくわかるわ。ただやっぱ、皆さんがおっしゃる通り、あそこにちょっと隙間が空くんだよね。これは結構な隙間だね。じゃあ次、ヘリノックスのライトコット中に入れてサイズ感確かめてみます。
リノックスのライトコットはバッチリ。すごい生地もしっかりしてて、なんか安心感がある。破れそうにない、全然。うん、バンドックソロベースを使うと、やはりこうタープを張らなくていいっていうのがいいね。こうもう目の前にひさしができて、この下でもう焚き火もできるし、荷物も雨が降ってもね、緊急避難できるし。いや、このひさしがいいよね。全然溶けない、穴が開かない生地だから、雨の日でも焚き火が楽しめる。中でくつろぐときはなるべくロースタイルの椅子の方がいいですね。ヘリノックスのグランドチェアとか結構ぴったりくる。ちょっとやっぱこっちに近すぎると寝づらいから、ポッターもうちょっと真ん中かな。これぐらいだと、うん、いい感じ。ペグを打つ本数が結構多いから、結構大変そうかなと思ったけど、意外と簡単ですぐに設営ができた。